はいどうも、ふめいだよです。今回ですけども、まあ、そろそろですね、新ツムの情報が解禁すると思いますんで、まあ、自分の予想をやっていきたいなと思います。皆さんがね、まあ、何が来るのかっていうところの、予想もですね、ぜひ、していただけたらなと思います。はい、ということで、まあ、今年じゃない、まあ、今日から3連休ありまして、まあ、3連休明けにですね、まあ、最短でアップデートが来ると思うんですよ。まあ、そこでアイコンが変われば最速でその情報が解禁されるかなと、情報が分かってくるかなっていうところになってます。なんでまあ26日が最短来る可能性があるよっていうところですね。はい、っていうところの、情報はありますけれども、さあちょっと、まあ、誕生日とか映画関連をちょっと見ていこうかなと思います。はい、ということで、まあまずは誕生日から見ましょうかね。はい、こちら3月の誕生日誰ですかということで、ジュリー・ポップス・ニック・ワイルドということで、ちょっと、はい、ジュディとニックです。ジュディとポップスって、ジュディ・ポップスって名前なんですね、きっとね。全部別々でカウントしてました。なんか10日ね、ジュディとポップじゃない、ニックが、誕生日ということで、ズートピア、ぼちぼち新ツム来るかもしれないですね、っていうところですね。はい。意外とね、このズートピアが人気みたいで、自分見たことないんですけど、人気みたいで、新ツムとしてもですね、まあ、結構来る印象があってですね、まあ、また、ぼちぼち、誕生日絡みで来る可能性はあるかなと思います。3月5日、ラーヤということで、まあ、ラーヤが誕生日でございますけれども、はい、まあ、ここも、まあ、ワンチャンみたいなとこですね。で、クラリスが3月21日ですというとこになってます。クラリスは、まあ、クラリスとクラリスチャームがいるんかなというところで、まあ、そこまで、来るようなところではないと思うので、まあ、来ても、まあ、第2弾とかかなと。まあ、チップとデールと一緒に来るっていう可能性はあるかもしれないけど、単体で来るんであればやっぱ第2弾かなっていう感じはします。3月23日スクルージですね。スクルージはまあこの前来たから、去年ね1月とかインディ・ジョーンズと一緒に来ましたんで、はい、まあそこまで来る可能性はないんじゃないかなと思います。あとチャンドゥか、これなんか去年も来るかもみたいなこと言ってた気がしますね、チャンドゥ。はい、そんな感じです。で、ステラルーでもダッフィーシーズはまあまあそもそもダッフィー来てないから来ないでしょうっていう感じですね。では映画関連見ていきましょう。映画関連で言うとですね、3月特にないんですけど、3月15日よりディズニー&ピクサーの泣ける名作3本が劇場公開ということで、まあ一応映画館でやりますよっていうのが、この3本ですね。私時々レッサーパンダと、あの夏のルカ、ソウルフルワールド、この3作品がやるというところですね。まあこれも新ツム絡みで、まあワンチャンあるとは思うんですけど、まあ来るのであればセレボとかピックで復活してくるんじゃないかなと思います。はい。まあ、そんな感じですね。まあ、ちょっとだけキャラクター調べましたけども、これぐらいいるらしいです。もうちょっと自分見れてないんであれなんですけど、まあ、キャラクター紹介ではこんな感じですよと。はい。このブリアっていうんですかね、メイの親友がすげえミラベルに見えるのは僕だけでしょうか。オータウンとかね。ファイブいるやん。オータウンだけど、ファイブいるやん。はい。っていう感じで、まあ、こんなキャラクターがいますよというところですね。あとはあの夏のルカということで、こちらの作品も特に見たことがないんですけども、キャラクターはまあこんだけいますっていう感じですね。まあ自分どうなんですか、ルカ以外にツムになりそうなツムはいるんですかね。まあ もしその辺ももし分かればぜひね教えてもらいたいなと思います。まあ海の話なんですよね、きっとね。はい。あとはソウルフルワールドということで、キャラクター紹介というのがあって、ジョーということで、まあ、これはジョーはいましたよね。常駐ツムでいますよと。あと22番、こちらも常駐ツムでいましたけれども、他にじゃあ何が来るのかっていうところがね、まあ、その下にずらずらと書いてあるんですけど、まあ、あれなんですか、音楽の映画なんですかね。はい。こんな感じでオーケストラっぽいことをやってますよと。はい。自分ね、マジで見たいんですけどね、見る時間がなくてね。
3歳、子供が3歳になったら子供と一緒にいます。はい、こんな感じで、なんかオーケストラの中ね、オーケストラっぽいことをやってるんじゃないかなと。ジョーのお母さんめちゃ似てるな。です。ジェリー全部22番だと思ったらちょっと違うんですかね。ジェリーはこの透明のキャラクターかな。これがあれか、ジョーか。ジョーがこのソウルの世界に行くとこういうやつになるんですね、きっとね。で、ジェリーがこれとか。ジェリーとテリーじゃない、これ。じゃあ、ジェリーとテリーが来る可能性もあるかもしれないっていう。そんな感じかな。はい。ということで、まあ一応3作品やりますけれども、まあ新つむきそうなキャラクターが、なんとなく自分は見受けられないんですけれども、はい。まあ、来る可能性はまあゼロではないけど、まあ可能性としては一応あるかなと。どっちかっていうと、なんかセレボピック復活っていう、そういう感じはしますけども、という、そんな感じではないのでしょうか、というところです。あとは、ちょっと過去を振り返るんですけど、過去を振り返る前にですね、まあやっぱり2月、そう、1億セレボをね、まあ月末来るんじゃないかなと思ったんですよ。でも来なかったんで、まあもう3月はね、まあ間違いなく来るでしょうということで、まあ1億ダウンロード月間にもしなるのであれば、1億ダウンロード記念新ツムが多分来ると思うんですけど、まあそれかもう単純にミッキー&フレンズ、またミッキーとか1億ダウンロードミッキーみたいなね、記念ミッキーみたいな、そういうのがもしかしたら来るかもしれないと。ディズニー100周年の時もそんな感じでね、来たので、まあツムツムも、まあ、1億ダウンロード記念ミッキーなんかが来る可能性はあるのかなということで、まあミッキーのフレンズ、あとはまあ他に何が来るのかと。一応5000万の時にはジミニーが来たんですけど、まあどういうツムが来るのかっていうところですね。まあ1億記念だった場合はミッキー&フレンズ系で何か来る可能性はあるかもしれないかなという感じでございます。で、あとは過去の新ツム見てきますけども、まあチャームツムですね。そう、チャームツム来ますよ。そう、チャームツム最近まだ来てないんで、ここはもうずっとペアツム、セットツムで来たんで、まあ多分そう3月はチャームツムになると思います。これ言い忘れてました。1億ダウンロード記念チャームツムなんじゃない、そんな気がしますね。あとアバター、まあ、20世紀スタジオからもね、まあずっと来てないんで、アバター以来ずっと来てないんで、こちらもね、ちょっと期待したいですよね。ホームアローンとか、ホームアローン、確かそうですよね。ホームアローンとか、ね、どうすか。2年前の3月といえば何だったのでしょうか。いや、それこそズートピアやん。2年前に来てるんだ。うわ、ちゃんと誕生日に来るんだ。やっぱってなってくるとズートピアやっぱなんか来そうな雰囲気ありますよね、というところですね。あとははい、ここモンスターズインク20周年ということで来ますね。はい、こんな感じです。3年前も一応見ましょうか。3年前はなんと激アツのヨアと鏡と、あとコブラジャファーもいるんですね。はい。あとは、まあ、海の魔女アースラー、名前合わせたイズマか。トルメイン夫人という感じですけれども。3月もね、まあ、なんだかんだ、まあまあ強いツム、登場してますね。はい。過去の、まあ、新ツムはね、まあ、こんな感じで紹介しましたけども、まあ、統一性はそこまでないかなと。まあ、一応、誕生日絡みでズートピア来てますけれども、という感じはありますけど、まあ、やっぱ期待は1億セレボ。っていうところと、まあ、チャームツムっていうところかなと思いますんで、ディズニー100周年ではね、ツムのその100周年ツムだったんで、まあ、今回はね1億ダウンロード記念チャームツムとしてまあ来るんじゃないかなと勝手に思っております。はい、ということで、予想は以上になりますけど、皆さんの方もね、ぜひ予想、コメントで教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。